はい、どうも、トシボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は岸本がやります。はい。ドッペルゲンガーはあなたの近くにいる。まあ自分の分身みたいなのがね、いるという。はい。まあ、都市伝説みたいなもんかな、なんですけども、これがね、まああなたたち、皆さんのね、その、身近な部分に、実はいるんじゃないかって話なんですよ。おーおーおー、よくさ、これも都市伝説なんだけど、はい、自分に似ている人を3人いて、でそれと会うと、まあ、不幸が起こるとか、そうね、いう話あるじゃないですか。あります。まあ、もっと言うと死んだりするとかっていう話ってありますよね。います、います。で、あれって、まずなんでじゃあ、ドッペルゲンガーを見たら死ぬんだよって話じゃないですか。うん、確かに。殺される筋合いはないわけですよ。あったぐらいで。ね、確かにね、うん。で、これね、まあ、偉人とか、過去の偉人とかでも、結構ドッペルゲンガーを見たっていう人が、まあ、いらっしゃるわけですよ。ほう。で、代表的な例で言うと、リンカーン、ね、大統領とか、あと、エカテリーナ2世か、ロシアかな、わかりますよ、の女王みたいな人、と、日本人だと芥川龍之介とかも、それ見てるって言うんですよ。うん、で、こう、名だたるね、まあ、すごい有名人が、そんなクソしょうもない嘘を作るとちょっと思いづらいじゃないですか。あ、もう話聞いてくれない人が言うんだから。そうですよね。エカテリーナ2世とかで言うと、本人だけじゃなくて、家臣とかも見てるわけなんですよ。ああ、それはすごい。で、あそこに君あるやついるから、撃ち殺せとかって、言ったりとかしてるぐらいなんで。で、ただ、やっぱりその、さっき言ってた噂みたいなところが、あって、っていうのは、そのエカテリーナ2世とか、すぐそのドッペルゲンガーを見た後に脳腫瘍で死んでるみたいなことがあったりするんですよ。で、まあ、リンカーンもね、暗殺されたりとか、ちょっとあんまり普通とは違う死に方をね、してたりとかするじゃないですか。まあね、だからまあ、やっぱり不幸、不吉を呼ぶとか言われてるわけなんですよ。うん、で、じゃあ、まあ、その、ドッペルゲンガー、実際に見た時とか、どうすればいいのかって話なんですけど、もうどうしようもないんですよ。基本的には見ちゃったらっていう話なんですけど、これ、実は見た時に一番すべきことっていうのは、病院に行くことなんですよ。病院？うん。それも脳の病院に行くべきなんですよ。というのも、このドッペルゲンガーの現象っていうのが、ちょっと科学的に説明できる部分があって、で、その側頭葉っていうところと前頭葉の間ら辺に腫瘍ができている場合は、自己増原子。自己増原子。っていう、自分の分身みたいなのが見えてしまうっていう病気があるんですよ。英語で言うとオートスコピーとかっていうんですけども、要は、病気の一種で症状としてそれが見えると。あ、じゃあ風邪とかと一緒なんだね。うん。だから、風邪だったらくしゃみが出る、ね、熱が出るとかあるじゃないですか。熱が出る。だから脳腫瘍がある部分にできると、自分の分身が見えるっていうことがあるんですって。つまり、要はその不吉な、その死ぬとかにつながるって話自体が、それ脳腫瘍ができたら死ぬ確率上がるじゃないですか。そういうこと、ね、しかも何回も見えてたら、それ3人に会ったらとかっていうのも3回も見たら、そりゃどんどん症状悪くなってることでしょって。で、そうなったら、やっぱり普通に死ぬ可能性が上がるっていうのは全然説明つくわけなんですよ。それはわかるわ。うん。だから、もしドッペルゲンガーを見たら、まず病院に行って調べれば、もしかしたら脳腫瘍があるかもしれないっていう話なんですよ。へね、結構説明つくじゃないですか。はいはい、ただやっぱ説明つかない例とかもあったりして、そうですね、エミリー・サジェっていう教師がいるんですけど、その教師の、授業かな、授業中にそこにいるクラス全員がそのエミリー・サジェの分裂した瞬間を見てるとか。え、その一体からグーンとってこと、そう。で、あと、先生がその他に行って、一人はその庭仕事みたいにしてて、一人は授業教えてるみたいな。ああ。でも、子供たちパニックみたいな状況が結構あったりとかっていう。うん、要は、それだとさ、生徒全員が、脳腫瘍じゃなきゃ、話おかしいってなっちゃうから、そういうのはちょっと説明つかないなっていう話があるんですよ。うん、で、まあでも、大半は、説明つくところで言うと、脳腫瘍説が、まあ俺は強いかなと思ってるんですけども、だから、最近、
あんまりドッペルゲンガーで不吉な死を招いたみたいなニュースって見たことないじゃないですか。うん、ない。記憶にないでしょ、ここ何年か。いや、ないよ。ここ何年ってずっとないよ。ないでしょ。うん、で、それって要は、医学が発展してきて、どんどんその治したりとか、検査ができる技術が上がってるから、その状態になっても治ったりとかすると、もう見なくなるとかあるじゃないですか。うん、だから、だと思ってるんですよ。うん、でも、じゃあ、ドッペルゲンガーっていうもの自体が、なくなったのかなって思うんですけど、なくなってはいないんですよ、それがね、またちょっと形を変えてというか、あの新しいスタイルのドッペルゲンガーになってて、あのツインストレンジャーって言葉があるんですよ。自分にね似てる人間をネット上で探せば世界でどこにいてもまあ見つかるんじゃないかみたいな。まあまあそうか、70億人とか世界でいるわけじゃないですか、後半ね。でその人たちの中から自分を探そうっていうことで、ツインストレンジャーチャレンジみたいなのがちょっと始まったんですよ。そうなんだ。ね、でも自分に、あなた自分に似てる人って、まあ、いるとは思うでしょ、でも完璧にほとんど一緒の人ってさすがに70億いれば一人いるかなって思うじゃないですか。いや、どうだろうね。いや、俺はいないと踏んでるけどね。っていうのも、70億人って人種が違うじゃん。そうなの。そうなの、ほとんどが違う人種なわけじゃん。それで言うと、やっぱり見つかんねえだろうなって思ってたんですけど。いや、見つかんないでしょ。次々とやっぱり見つかるんですよ。それがね、まあちょっとその、ちょっと信じられないな、見ていただきたいな、まだ絵を見るまでは。これとかそうなんですけど。おぉ、双子じゃない？ね、かなり、いや、双子だと思うじゃないですか。これ全然別人なんですよ。その、血のつながりがない。え、これも？これも血のつながりもない。あ、これはすごいわ。ね、もう、うわ、そっくり。そうなんですよ。もうほとんど、うわ、似てる。どっか遺伝子で、これ一緒じゃないと説明つかないんじゃないのってレベルの似てる人がいるんですよ。住んでるとこも遠いんだよね、もちろん。そう、遠い人もいるし、あと、ちょっと面白い現象があって、その似てる人っていうのが、あの見つかったって、例えばネットでブワーって探して、で世界ってすごい離れてるところで見つかったってパターンもあるんだけど、結構多いのが実は自分の町ぐらいにいるってパターンある。ご近所さんだった。そう、ご近所にいるって。それがなぜか分かんないんだけど、パターンとして結構あるんですよ。なんかのタイミングで仲良くなったとか知ったとか、で中には2人同じ町にすげえ瓜2つレベルがいるっていうこともあったりするんですよ。そうなんだ。これもう全く説明がつかない。もう隠し子してるとかしか思えないレベルなんですけど、血を調べたら全然やっぱり違う。あの、親は関係ない。不思議じゃないですか。不思議、面白い。って思ってたんですよ。したら、僕も、実はすごい言われるんですよ。いや、むちゃくちゃわかるの。俺言おうかだと思ってたんやけど、俺街中で一回キモさんと間違えて声かけとかあんの。でしょ。それどこで見かけました？新宿。でしょ？でしょ？違うんですよ。これね、なんで僕がこんなに興奮してるかっていうと、僕なぜか同級生たちに俺を見つけたら、なんか俺にメール来るんですよ。あそこにいたよね、みたいな。あ、まあまあ、わかるわ。やってくるんです。まあ俺、あの地元が、こっちだからっていうのもあって、みんな、あの、残ってるからさ。だからその話がね、来るんですけど、あの、すっげえ目撃情報が多いんですよ。すんごいわかる。で、写真とか送ってくるやつもいるんですよ。え、それ顔つき？顔つき、あの、横顔とか、後ろ姿とか。まあ、そりゃそうやな。で、ほとんどが新宿の近辺なんですよ。場所が。で、そのいる場所っていうのが、この間あったので言うと、ゴルフ場で、女の子にレッスンしてて、来たんですよ。してた。俺、ゴルフやったことすらないんですよ。パターゴルフぐらいのもんなの。やったことなくてもさ、人に教えるじゃん、結構。勘でね。いやいや、違うんですよ。それ、だからやった記憶もないとか、行ったこともないんですよ。で、もう一個で言うと、あの、キャバクラにいたでしょって。キャバクラね。私の、キャバ嬢だったんだけど、その。あ、知り合いがね。あの、来たでしょ、この間。あ、うちの店って。俺、キャバクラなんて行ったこともほぼないんですよ。おお、そうなんだ。そう。だから、あの、俺が行かない新宿のエリアを、俺のドッペルゲンガーが制覇してってんですよ。
ああ、そうか。で、逆を言うと俺が行くところに行ってないみたいな。キョウさん自身は見たことあるの？似てる人。俺だから写真では見たことある。あ、じゃあ本人はないんだ、実際に、うん。でもそれは、俺だったね。ああ、わかります。1年ぐらい前奥さんと歩いてたんですよ。うん、あの新宿駅の西口だったかな。歩いてたら、キョウさんそっくりな人がビッグイッシュ配ってたもんな。だから、あれ？キョウさん、お金ないんかな？ビッグイッシューをね、買ってくださいって言ってたから、そうそう、ありゃと思って近づいて、うん、えと思ったら違ってたのよ。うん。うん、そうそう。そっくりやった。そう。で、うん、俺、だからあとね、献血してるとかいうパターンとか。絶対しないもんな。そうそう、絶対しないのよ。怖いから。まあね。で、だから、うん、悪い岸本のドッペルと、うん、いい岸本のドッペルと、俺が多分新宿にいるのよ。で、この間で言うと、うん、自転車に乗って大声で歌いながらすごい坂をスピードで下ってたでしょって言われたの。それは俺なのそれは唯一俺なのよ。歌うタイプなんや。そうそうそう、大声で何歌ってたの？ちなみにあの白日歌ってたんだけど最近のやつや。最近のやつ、覚えたての歌ってたキングルーやね。それは俺だったんだけど、それ以外は俺じゃないのよ。だからもしかしたら、あの自分のドッペルゲンガーとか、うん、すげえ似てる人間が、うん、なぜか同じ街に現れるっていう現象がやっぱ多発してる感じがするんですよ。そうなんだ。もしかしたらその地元とかだったらね、うん、あの仲間内で自分と勘違いしてる人とか、うん、結構いるんじゃないかなと思って、うん、確かにね。そうだから、あのちょっと同じ街で目撃情報があるっていう人は、うん、それはもうあの違う人の可能性もあるかもしれないあると、うん、新宿で見かけた俺は俺じゃない可能性があるんで。だし、キョウさんかもしれない。だから自転車で歌ってたら俺。あとは違う。ドッペルゲンガー内でさ、うん、一番やべえやつがなんであんたなんだよ。なんかもっとぶっ飛んでてくれよ。違うドッペルゲンガーが。ゴルフしたりとかさ、なんか研究したりとかさ。やんないもん、そんなの。じゃなくて、やんないもん、そんな。大声歌ってるやつが自分って一番怖いやつが本人。俺がドッペルなのかもしれないな。誰かのね。献血するやつのね。そうそうそう。うん、だから、もしですね、そういう見かけたら、うん、あと、もし自分が、うん、ドッペルに会ったことあるとか、そういう人がいたら、ぜひですね、そっちを情報提供していただいて、調べたいなと思ってますんで、うん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ございました。ということで。はい。我々ですね、トシボーイズチャンネルの他にサブチャンネルございまして、トシミナティチャンネルっていうのが、ねうん、あるんで、そちらの方もね、ぜひなんでどこになったドッペルっていうか、トシミナティチャンネルっていうのもやってるんで、そうなんですよ、トシミナティチャンネルっていうのもやってるんでございますよ、寿司頼むじゃん。ね、なので、そちらもぜひ、フォローしていただけるといいかなと。はい、お願いします。1億人いったらですね、岸本のクローンを作って、うん、ドッペルだらけにして、うん、俺何やっても怒られないみたいにしたいなと。ああ、それはドッペルだよと。そうそう、全部何やってもドッペルがやったことだって言えるから、うんうん、そういうドッペルだらけにしたいです。いいっすね、でもね。ことが岸本にしたら、ゲスト岸本にしたらさ、そうだね。うん、話が合うかな。それは献血進めてるし。だいぶ方向性違うか。でゴルフのこうねこうねそうそうそう腰がねとかって一人歌ってるし大声でちょっと友達になれないかもしれないかもね、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。